はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今日のライブでもいろいろ言ってましたが、次の、もっと連載何するかって話ね。はい、なんだかんだ悩んだ挙句ですね、いろんな状況から結局トゥルーサバイバルをすることに、いたしました。はい。どうかわからんけどね。はい。で、まあ、なんで選んだかっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、単純にやってみたかったっていうのもありますけどね。はい。で、前回の α20 からはちょっと変わってるんじゃないかなと説明見るとね、α19 の頃にあったストーリー性が復活したようなことが書いてありました。はい。ということで、早速やっていきましょう。あのね、マップだけ作りました、とりあえず。マップだけ作ってあります。で、動作確認だけしました。これね、ここね。6K です。あんま広くなくていいかなと思って、6K のマップを作りました。はい。で、これ120分にさせてもらって、特に変えるとこないんですけど、経験値マルチプライだけちょっと上げるかな。ちょっと、なんか、あんまり長くなる。このストルーサバイバルって基本的に長くなるんで、基本的に長くなりがちなんでね、まあ、ちょっとでも早く終わればいいかなと。終われば、まあ、早く終わらせたいわけじゃないけど、進め、なんか停滞している時間がね、短くなればいいかなと、いうことで。はい。じゃあやっていきましょうか。はい。ちなみにですね、ハピロさんの日本語化モッド入れてあります。あとですね、もう一個、ヘルスバーのモッドも入れてあります。それだけかな。追加したのはそれだけですね。まあ、もともとこのゲームはヘッドショットオンリーなんで、難易度は相当高いです。で、ちょっと心配してたね、心配してたっていうか、まだ しっかりゲームやってないんでわかんないんですけど、α21 であるような、なんか本を使ったスキルアップ、あの辺は多分ガラッと変わってると思うんで、多分そんな感じじゃなくなってると思う。わからんけど。うん、職業があって、趣味があって、特性があってみたいな、そんな感じになってるんで、で、なんていうかな、熟練度でレベルが上がっていくみたいな。コンボだったら、コンボを使い続ければ、どんどんコンボのレベルが上がっていくみたいな。ね、飛びまくったらパルクールのレベルが上がっていくみたいな、そんな感じの、そんな感じのスキルだったはずなので、まあそこは多分今回もなんか説明見た感じ変わってなさそうなので、まあ α21 感はあんまりないかなと思いますね。わからんけど。うん。多分、まあまあ、もう結構元々がもうバニラとは結構ガラッと内容変わってるモッドなので、はい。まあということで、ちょっと楽しみにしていきましょう。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、始まりましたね。はい。トゥルーサバイバル開始するにはスタートヒア。パソコンをまず置かなきゃいけないんだよね。うん。ステータス能力を選択します。そういうことですね。はい。じゃん。あ、ここは、あれですね。ハピロさんが翻訳してくれたところですね。このモッドはセブンデイズ2ダイのベテランのみがプレイしてくださいと。ベテランしかプレイしちゃダメです。めちゃめちゃ難しいんだね、このモッドはね。難しいというか、まあ、厳しいね。めちゃくちゃ厳しいモッドなので、普通の人がやったらですね、心折れると思います。何が面白いんだ、こんなゲームはってなっちゃう可能性があるので、本当に腕と忍耐力に自信のある人だけしかやっちゃいけないっていうね、そういう、もうプレイヤーを、まさにプレイヤーを選ぶモッドでございます。はい。ということで、やっていきましょうか。はい。まず、スタートヒアですね。これですね。これパソコンなんですけど、パソコン置きます。はい。で、職業をまあ選んでいく感じですね。最初にコンピューターを使用してキャラクターを選択し、次にスティックを見つけ、手に持って職業選択されますと。はい。クエストトラッキング結構変わったみたいですね。まずとりあえずこれで、職業を選びましょうか。この辺はまあ装着するとして、何がいいですか？何がいいかっていうか、ちょっとどんな状況かわからないんで、ここはやっぱり兵士にしときましょうかね。兵士どんな感じかというと、古いライフルとプラス50レベル、ライフルのスキルが50レベル上がるのかな、マシンガンスキル開始ボーナス、クラブによる食中毒に、グラブね、グラブってなんか虫ね、幼虫みたいな虫があるんですけど、それ食えるんですけど、普通の人が食うとね、食中毒にかかったりするんですけど、兵士だけはね、耐性があって、どんだけ食っても食中毒にならないっていうね、そういう恩恵があるんですけど、はい。あと、レシピが、まあ、タレと修理キット、パイプマシンガン、AK4 なら、この辺でマシンガン作れる。鍋地雷は使わんと思うけど、はい。まあ、この辺。多分ね、兵士が一番強いんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、とりあえず今回は最初なので、兵士でやっていきましょうか。はい。バコンと。
で、これ、開く、はい、読む、はい、10もらう。10、多分そんな強くないんじゃなかったかな。あ、だから強いね。105もあんだ。遠距離ダメージ。まあまあ強いね。はい。あ、で、これ、このモッドは、このスロット全部解放されてるんですけど、インベントリーのね。これ、量じゃなくて重さで見るので、今ここにね、100キロ100キロしか持てません。100キロも持てんのかっていう感じだけどね。100キロしか持てない。今17キロ。総重量がね。だからその、ここいっぱいまで行ってても、この重量が下回っててれば全然動けるし、逆にいっぱいに行ってなくても、ね、ここら辺までしか埋まってなくても、この100キロ超えたら動けなくなります。はい。微動だにしなくなります。一歩も動けなくなります。はい。まあそういう感じですね。このモッドの仕様的にはね。はい。ということで、職業も選んだので、あと趣味と、特性ね、趣味選んでいきましょうか。趣味はね、何がいいかな。フィットネスとかだと結構、ほら、スタミナ回復が早くなります。最大スタミナ増加します。なんだけど、この辺も結構ね、フィットネス、まあ、私前フィットネス選んでたような気がするんですけど、あとは何だろうね、スポーツ選手がバットもらえるんじゃなかった？ブランドすぎるね。これコンボとか、最初はコンボで戦うことになるので、最初の方が結構きついんですけど、これを選ぶと、うん、ブランドスキルがちょっと上がるから、ちょっとまあ、楽かなという気もする。でもね、ちょっと、多分ね、建築がいいんじゃないかな、個人的には。すべてのブロック形状、すべてのドア、すべてのブロック形状が作れるっていうのが、多分非常に、先のことを考えるとね、先のことを考えると非常に強いので、これにしようかな。まあ、自分のね、強さっていうのは我慢すれば強くなっていくんで。これにしよう。うん。ブロックが作れないと、フェラルフォードの時とか、ね、7日目相当きついと思うんだよね。何も作れないから、なんていうのかな。普通、バニラで普通にできることができないモッドなので。本当に。バニラでは普通にね、標準でできることが、もそもそもできないモッドなんでね。その辺、だいぶ注意が必要。多分、やったことない人は相当度肝を抜くんじゃないでしょうか、という感じですね。あ、このポイントのなんか、ポイント制は昔とちょっと変わったのかな。昔はマイナスを取って、このようなポイントは7つ通勤小戦。マイナスを取ってプラスに変えていくみたいな感じなんです。健康度が2倍増加。健康度が2倍減少。ちょっと意味がわからない。この辺ちょっと翻訳ミスがあったりとかするのかな。寒さ対策が低下。暑さ対策が強化。あー、なるほどね。強い特性とかは、マイナスはいらなくなったのかな。待って、HP めっちゃ高いね。HP、これ HP だよね。500もあるよ。まあいいか。いいか。最大所持重量が50増加。近接ダメージが10%。これとりあえず取るか。強い。強い特性とりあえず取って、あとなんだろうね。さっきのなんか早くなるやつがいいな。慎重な趣味。違うな。ファスト特性。ファスト特性かな。動きが 10%、ノイズが 20% とか、これにしようか。ノイズなんかどうでもいいわ。ノイズなんか全然望むところだ。望むところって感じで。あと1個あるね。あとなんだろうな。アーリーバード。アーリーバードは、昼間強いってやつだよね。これ多分ね。昼の効果、あ、だよね。夜弱くなるんだよね。で、逆にこれは夜強くなるやつだよね。あとね、昼が 15% 減少、リロードが遅くなる。インドアにしようか。屋内効果、武器の取り扱い 15% 向上、リロードが早く、近接スタミナが 10% 減少。近接スタミナが 15% 減少っていうか、これ、近接スタミナの使用量が多分減るんだと思うんだよね。ね。近接スタミナの使用量が 15% 減るんだと思う。こっちは増えるんだと思う。まあ、どっちかだな。落ち着きないは何だっけ。落ち着きないは、あ、これのがいいか。戦闘中ってなる移動中は、毎分 HP か。これにしよう。落ち着きない人になるわ。OK。まあこんな感じでしょっか。はい。はい。はいと。ということで、これでとりあえず、こいつは完了。あと、棒を探す。棒を探すっていうのは、このモッド素手で叩くと痛いんだよね。
多分血が出るんじゃないかな。これ叩いていいの？これも棒取れんのかな。あ、いた痛いんだよね。この棒を手に持って怪我せずに食物繊維を集めることができます。はい、ありがとうございますということです。はい素手で殴ると痛いです。はい、食物繊維を集める。この辺の、2つあるんだ。トレーダークエストを見つける。なるほどね。はい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 。とりあえずチュートリアルやっていきましょうか。パート2。パートいくつまであるのか知らんけど、食物繊維を集めるね。集めていきましょう。ちょっと振りが遅いね。振りが遅いけど、健康と疲労を癒すためにベッドで寝る必要があります。あ、そうなんだ。ベッドの上に乗ってると回復するの、いろいろ。逆にベッドロールがないと大変なことになる。あと、休憩所もなんか、休憩のなんかも作れるんじゃなかった？違いましたっけ？あの、出先で休むための簡易休憩所みたいな。簡易休憩所みたいな。寝袋設置する。はい。まあ、設置するけど、また取るけどね、これね。はい。ということで、まあ、これはまあ、拠点に置くとして、持って帰りましょう。石斧をクラフトする、石斧のコンボを、あ、そう、繊維ロープを作んなきゃいけないんだよね。繊維ロープ。あ、繊維ロープが2、4、9 違うな、7。繊維ロープ7必要だ。繊維ロープは繊維を、食物繊維で、食物繊維って言っちゃダメなのか。食物繊維と植物繊維の違いがさ、あってさ、食物繊維だと食べ物になっちゃうから、食物繊維じゃなくて植物繊維なんだよね、確かね。なんかそんなことを突っ込んでた人がいた。うん、確かにと思った。そう。植物と食物は違うんだよね。うん。まあ一応もらっとくか。7個作れるかな？あ、15、そんなにいらないね。7つでいい。あ、でも、このモッドは壊れるからね。作ったものがね。あの、斧とか壊れちゃうんだよね。直せないから、直せるんだけど、直さずに使ってると壊れてなくなっちゃうんだよね。だからね、気をつけてね、直さなきゃいけないんだよね。あ、そうそう、石斧作るのに石いるだよね。絶対ね。石もっと、あ、じゃがいもがある。じゃがいもいるでしょ。じゃがいもいるよ、多分。じゃがいもというか、あの、食えるもの。じゃがいもじゃなくて、あ、人参ある、ほら。人参ももらって帰ろう。食えるもの絶対必要。食料ね。なんか作れって言われるんじゃない、多分。あ、作れって言われるはず、多分。サラダかなんかを。ちょっと石足りなくない？足りないよね。石もう一個いる。こんな人参買ってる場合じゃない。このモッドに関しては普段農業しない私も農業をさせられるんだよね。させられるというか、農業するしかなくなるんだよね。これでいったかな。コンボを作って、石斧作って、弓も作ると OK?OK ですか？なくなっちゃった？あの、なんだっけ。これもなんか必要だったような気がする。これなんだっけかな？ローズマリーじゃなくて。ローズマリーか。ローズマリー、まあ前回と一緒かどうかわかんないけどね。変わってるかもしれないけどね。ローズマリーってさ、俺なんかさ、蛇の解毒剤かなんか作るのに、一生懸命ローズマリーを集めたような気がする。解毒剤じゃなかったかな？なんだろう。クレンジングウォーター、ウォッシュかなんかかな、かだった気かな。まあまあ忘れた。忘れたけど。こうなって、あ、クラフトはまあまあ時間かかりますね、これね。15秒か。まあでもこれは基本的に待ってればいける。あ、いっぱい生えてんね、ここローズマリー。ローズマリーちょっと集めたいな。絶対いると思うんだけど、これ。絶対いるような気がする。これ。あと、まあ、弓は作らされたけど、多分使わないんで。あ、終わりましたね。水は温室の体質より良い水分補給のために、綺麗な水を作ることができます。はい。作りましょう。ちょっとこれだけ。卵入っててほしい。じゃん、入ってた。OK。よっしゃ。で、綺麗な飲み水をクラフトしましょう。あ、これね。こんだけもらってるから、1個は作れるでしょう。16で1できるってことね。はい。8になっちゃう。半分です。料理の盛り付けを作る。
肉の切り身、野菜、果物、穀物などを生の食品を1食分に加工して多くのレシピを使用できます。はい、これ一旦一手間いるんだよね。なんかね、まあいらないのもあるんだけど、例えばこういうの、あ、これ分解する、あ、分解じゃなくなったのか。あ、クラフトになったのね。前は分解してたんですけど、解体してたんですけど、クラフトになったんですね。野菜サービング。これを使うと確かサラダが作れるんじゃなかった？野菜サラダ、新鮮をクラフトする、レシピ。野菜サラダ、新鮮、OK。クラフトする。あはははははは。これもだから、野菜サービングにしちゃえばいいんじゃないの？これ。人参生で、生っていうかそのまま食うことないからね。あ、できた。サラダが主食だね、とりあえずね、最初はね。これは4か。あ、もう1個あればもう1個作れたのにね。もう1個、まあそのうち見つけたら回収するか。野菜、野菜見つけたらね。卵がないね。石はちょっともらった。これ、ローズマリーは何個取った？ローズマリー。13か。まあまあ取ったね。まあいいか、こんなもんで。あ、ここに水があるけど、水汲めないんだ。あ、瓶復活してんのかな。うわ、犬がいる。マジか。犬いなかった？今、ぐるぐる言ってなかった？怖い。HP 表示出るかな？ HP 表示出ないな。HP 表示出ない。ちょっとモッドが動いてないかもしれない。出るように、入れたつもりだったんですけど、危ない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 。まあ、ちょっとこれ後で出るようにしましょう。後日。今日はちょっと出ないままでも、まあいいか。これね、でもね、ヘッドショットオンリーでダメージが入ってるかどうかが、多分見てる人あんましわかんないから、そういう意味で、ヘルスバー入れた方がいいかなと、個人的には思ったんですけど、まあ、あれあるとね、難易度が下がるんじゃないかっていう人もいるんですけど、まあ確かにね、それはあるんですけど、そこまででも言うほど、あいつ死んだぞ、なんだ、何してんのお前。あ、こけたのか。あ、そう。死体あされるんだ、そうだ。死体あされるし、死体を踏んで、死体につまずいてこけたりするんだよね。これ自分もこけるし、ゾンビもこけます。ゾンビもこける。自分もこけるけどね。踏んだら。おっと、包丁だ。包丁強いんじゃない？実は。自分もこけるけどね。もう一人。これか。じゃん。あ、こいつ何も持ってない。石用のどうしたっけ？あ、できた。あ、間違え、あ、できた。石用の。で、これ潰しとかないと、じゃがいも。潰しとかないと、めんどくさいことになる。だね。あー、パンか。もう一個下いなかった？消えた？消えたか。ちょっと犬が、犬の声がしたんで、あっち行かない方がいいな。ログキャビンを組み立てる、これか。あ、粘土層がいるんだ。取れる？これでも粘土層。あ、取れた。あれ作れない。あ、木がないのか。木これでいいのかな。取れた？取れた。クラフト。よしよしよし。おっと、水域から水を集めるような古い、あ、ミルクジャーだっけ。それは多分プラスチックがいるんじゃないかな。ポリマーが。ポリマーを、あ、いいね、いいね。これ、分解したらポリマーじゃない？あ、だよね。2で足りるのか。じゃ、足りないな。何個いる？ 3 か、惜しい。3でしたか。まあ、ちょっと、とりあえず、進んでいくか。こういうとこ、漁ったら意外と入ってたりもするんだけどね。じゃん。コーンか。コーンシードか。コーンは今、どうなってんだろう。どういう感じになってんだろう。あ、なんだこれ。あ、ジャンクマガジン。本は、どこだ、ここは。そう、なんかトレーダーに行けとかそういうのはないんだっけ？このモッドは。マップを見てみよう。ああ、こういう感じだ。なるほど。結構都会だね。
結構都会かもしれない実は。ねえ、ハウジングセンターが、ジョーブロスビルダーズハウジングセンターがある。ハウジングセンターはさすがに、あ、待って、これトレーダーじゃない？あ、これトレーダージェンダー。あ、やった、トレーダー見つけた。すごい近くになった。まあトレーダーに行けって言われてないけど言われてはないけど、トレーダー無敵じゃないよね。だよね、無敵じゃないんだよね。ここに、まあまあでもいいか。ここ一応ここにあるってことは覚えとけばいいか。特に今んところ用事はないんだ、トレーダーにいや現状用事はない、現状用事はなくて、あ、ゾンビ来たね。住みかを探したいとこですね。どこに住むか。こいつ、こいつ、あれ？それなの？これ武器として使えないの？この包丁は。こんにちは。走るんだお前。マジ？走るんだお前。それやめてくんない？ヘルメットかぶってんだこいつ。強いんだな。ヘルメットかぶってるから。今回もあのパラサイトいるのかな？パラサイト系のゾンビ。パラサイト系のゾンビでさ、あの、胸元からなんか触手みたいなのが出てるやつがいて、あいつがね、めちゃくちゃ強くてさ、強くてっていうか、あいつ、その触手に当たるから、頭に当たらなくてさ、攻撃が頭に当たらないんだよね、あいつ。触手に先に当たるからさ、全然倒せなくて、まあ、前回もめちゃくちゃ苦労したんだけど、あいつを倒すのに。今回もいるかな、そいつが。いたら嫌だな。まあでも、いるだろうな、多分な。あれはでも、苦情を言っていいレベルの強さだったからな。強さっていうか、強くはないんだけど、別にそ、あの、攻撃力とかね。強くはないんだけど、倒せないから、全然。全然倒せないからな。誰かいる、ここに。おー、強力だね。めっちゃ強いね、お前。デブ、おデブちゃん、おデブちゃんか。上がってきた、上がってきた。え、残忍なのお前。目光ってるけど。あ、残忍っぽいね。なかなか、こいつ爆発するんじゃなかったかな。なかなか倒せないよね、これ。HP 表示がないから、どれぐらいで死ぬのかわからん。そして、ダメージが入ってんのかどうかも。いや、じゃあかな。いで、これ以上下がれない。やばい。やばい。一発殴られるとでかいんだよね、これね。動けなくなるんで。一発殴られると。死なないな。難易度、別に上げてないんだけど、硬えな。っていうか、頭に当たってないのか。肩に当たってるな。壊れちゃった。あ、そうだ、壊れちゃうんだよね。壊れちゃうんだよね。もう一回作れるかな。これが、3ぐらいあったらいける？じゃん。石尾の、あ、これ来た、コンボ。あれ、どっか行ったな、あいつ。どっか、え？入ってたの？この中に。あそこにも、X がいる。あ、来た。ちょっと早かった。まだできてない、コンボが。コンボ出来上がってない。このね、硬い、大して強くないくせに、硬くて倒すのに時間がかかるやつって嫌いなんですよ。だからね、俺、狂気とかにしたくないの。前も言ったけどさ、狂気とかに設定するとさ、確かに敵が硬くなったりさ、して、難しくはなるけど、その、なんか、たださ、こっちがダメージ食らう要素ほとんどないのに、ただ硬くて倒すのに時間かかるみたいな感じになるのが、すごくうざくて、うざくてね、それがね。だからね、その、なんか難易度上げるのあんま好きじゃないんで、ね、もっと別な難しさを求めている。そんな、敵の量がさ、半端なく増えるとかさ、ね、まあ、狂気にするとね、強い敵出てくるようになるから、そういう意味じゃ、まあ、あれなんだけど、こんなさ、痛い、やばい。こいつ、さっきから何発殴ってんの、俺。これ。こういうのが本当、来すぎじゃない。この倒せないやつが。
銃撃つか。銃？銃撃っちゃう？よいしょ。うん。当たった？ HP いくつあるのか知らんけど、こいつ。当たってんの？当たったやろ。今のは当たったやろ。当たったやろ。どう？まだ死なないの？回復してたりはしないよね。強えな、本当に。あ、他の敵が来ちゃった。あんなやつさ、だって近づかなきゃ絶対ダメージなんか食らわないのにさ、でも倒せないって理不尽じゃない？なんか、すごく、すごくうざくないの。こいついる意味あんのかっていう話だよね。ねえ。こういうのはね、嫌い、本当に。ゲームバランス的によろしくない、これ。全然死なねえ、こいつ。マジで。マジで。ああ、残忍が走ってきた。痛い。やばい。やばい。死ぬな、これ。完成した。どっから走ってきたの、この残忍くんは。包帯持ってたっけ？包帯持ってないんじゃないか？めっちゃ走るな、お前。やばい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 。だから乗るな乗るな。 HP はだいぶあるんだけどね。倒した？HP はね、あ、なんかクロスボウパーツ。ドクドク止まんないのこれ。ドクドク止まらんの。包帯は持ってないよね。持ってないね。これを分解して包帯作れるかな。あ、作れるね。10秒もかかる。噛まれたゾンビに。早く早く早く使う。あ、使えないんだ。持たなきゃいけない。これひょっとして持たなきゃいけないけ。よいしょ。止まった止まったね。あ、HP60 しかないんだが。きついね。あと感染したらもう治らないんだよね。抗生物質飲まない限り治らない。多分。あの残忍はどっから走ってきたんだろう。手を噛まれてるんで、こいつ本当に死なない。うざい、これ。死なない敵はマジで排除してほしい。ねえ。上手に狙えば倒せるんだろうけど。ねえ、どうしてくれようかね。この包丁使えなくなったんだね、これね。あと14発しかないけど、こいつをとにかくやりたいんで撃っちゃうか。倒したか。 OK、 やっと倒した。やっと死んでくれた。しかも何も持ってないね。ゴミじゃないか、お前。ゴミだな、マジで。これ直せる？修理は、木がいるのか。木があれば修理できる？これで、あ、これ木じゃない。あ、そうか。丸太とあれの違いか。これ木かな。木取れる？これ。なんか、あ、取れた。1個取れた。これで作れないのかな？あ、スキルがないと作れないか。あ、ロックされてるね。やっぱ作れないんだ。ん？足痛いの？ 3 分？感染しちゃったので治さなきゃいけないと HP が、また張ってるやつが出てきた。早く上がってこいよ、お前。おい。早く上がってこいよ。おい、何やってんだよ。おい。これ頭に当たってるかな？頭に当たってるかな、これ。あ、死にやがった。マジか。いいでしょ？おー、これちょっと被っとくかな。とりあえず。あ、効かねえ。着用。よいしょ。はい。ということで、2分51秒待ちたいところだけど、ちょっとあれだね。あ、これさ、あさったっけ、俺。拠点をまず、ボールペン？インクペンか。インクペンは、
インクペンはなんか作るのに、レシピ作るのに必要だったような気がするな。ということで、あそこにスリーパーが、こっちに行くか、ハリーハリーに行くか。あれ、ハリーハリーってこんな感じの建物だっけ。なんか変わったね。ハリーハリー、ハリーハリーもっとでかい建物じゃなかったっけ。だいぶ変わりましたね、なんかね。ハリハリくん。これ、そして HP は一応回復するのか。最初60だったような気がして、62になってるけど。あ、ティア1ですね。あ、かっこいい車、真っ青系。ちょっとじゃあここ殲滅しますか。スリッパはジャンクスリッパだよね。ユッカの種は置いていこう。とりあえず。持ち物が増えると重くなるんでね。ユッカの実はここにあるけどね。じゃん。あ、去るの遅いね。やっぱね、最初だからね。まあ、だんだん早くなってくると思うんだけど。水を、まあ、そうだね。ポリマー。ポリマーが3いるんだけど。これポリマーかな。あ、これ布か。布だな。あ、これポリマーっぽいね。これポリマー臭くない？これ。あ、OK。これで作れる。あ、作れる。1、0。じゃん。腐敗タイマーを遅らせるには、生鮮食品をクーラーボックスに入れ、腐敗をさらに遅らせるには冷蔵庫に入れます。あ、確かにね。クーラーボックスか。クーラーボックスね。まあ、ちょっとその前にここを制、住むところをちょっと確保するためにここを制圧するか。あ、一生の壊れそうだね。住むところを確保しましょうか、とりあえず。こんにちは。じゃじゃん。上から誰か来そう。え？ん？ん？あ、いた。おお、来い来い。のび太くん。あんま早いな、お前。若干走るのか？あ、オッケー。まあ、宝の地図だ。ニコールの宝の地図なんか持ってやがった。こいつもちょっと、こいつもやるか。はい。はい、サラリーマン。ご苦労。トイレでサボってたのか？おい。よいしょ。あ、よいしょ。あ、空腹です。空腹ですって言われちゃった。もうお腹空いたんか。ちょっと漁るのは後にして、先に、制圧したいね。こけた。どこ、何につまずいたの、お前。何につまずいたの。足怪我した、あ、足怪我してるからな。25秒か。もうちょっと早く治ってほしいな。あー、増えた。ジャンプしたから。ジャンプしたから増えちゃった。ここ、ここ空いてるけど。はあ。あ、いるの？あ、いた。あ、死んだ。こいつは弱かった。あ、やね。あ、お前も寝てんの？あ、OK。弱かった。リンゴ。はい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 。はいはい、なるほどね。お腹すいたって言ってるんだけど、これはジャンク品だね。これ何？人参の種だ。もらって帰ろう。パラメータがちょっとよくわかってないんで、上の、これが食料かな ?47 っていうの。で、これが水かな。これはこの辺は多分ビタミン値なんだよね。うん、これが、ビタミン、プロテイン、あとなんだろう。あとなんだろう、わからん。なんか3種類ぐらい、3種類多分あるんだよね。あ、これ見ればわかるか。わからんか。あ、これ、こっち。ウェイト、あ、わかんなかった。これ見たらわかる。あ、ファイバーだ、そうそう。プロテイン、ファイバー、ビタミンなんだよね。そうそうそう。その3つが多分これだな。
ということは46がやっぱ食料値なのか。ちょっとお腹満たしたいね。缶詰とか、あ、缶詰、水は入ってた。コーンミール、あ、鍋あった、ラッキー。コーンミールか。薬が入って、あ、なんだこれ、お酢、ジャンクジャー。ジャンクジャーは、解体、ジャンク品だから解体。解体することができます。解体しよう。空き缶は、空き缶なんか使うんだっけ。フラッシュバン。鉄くず。解体っていう作業ができなくなったのか。解体って言わないのか、もう今しは。今し方は。解体というよりもクラフトになったのかな。これ、カバンは多分取れると思うんだけど。あ、包帯ラッキー。ちょっと包帯持ってこう。重量的には全然持てるね。150持てるからね。これ、カバン取れるんじゃなかったかな。あ、取れるね。OK、OK。じゃあ、ちょっと上がっていきましょうか。重量的には全然余裕があるんで、まあ、いけるでしょう。はい。この辺から誰か出てくるでしょう。あ、出てきた。Okay、あ、早い名前。まあそう、急いで来なくてもいいんだよ。ゆっくりでいいんだよ、ゆっくりで。ゆっくりで。ゆっくりでいいんだよ。ゆっくりで。ゆっくりでいいんだよ、そんな急がなくてもね。はい、慌てなくても。大丈夫だよ。大丈夫だよ。あ、お宝じゃん、あそこ。ということは、あの中に人いる可能性あるね。あ、ここには人いないんだ。真ん中に葉巻か。葉巻はまあ着用できるんなら着用できない。こうか。マウス効かないんだ。マウス効かない。ショートカットキーは効くけど。マウスからのクリック反応ないの。この辺ちょっとまだバグが、まだバグがありそうだね。バグというか。いる？え？弾まって、おーっと、マツコがいた。マツコちゃんがいた。マツコちゃん撃ってくるかな。えずく？えずかないか。なんかある、ここに。よいしょ。死んだ？なんか、ダクテ？なんで焦げてんだよ、お前。何焦げてんだよ、お前。面白いやつね。ゲロは放たないのか。ゲロ松じゃないか。ゲロ松じゃなさそう。ちょっとでも足が。あ、遅っ。あ、やばい。やばい。死体踏むと。あ、やばい。やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。スタミナが。なに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 。あ、なんか足を怪我した。あ、疲れている。やばい。これは非常にまずいな。非常にまずいぞ、これ。足痛めたんか。足を痛めたのか。強、死なねえ。マジか。あ、死なねえわ。遠距離ダメージ100あるんだけどな、このライフル。遠距離ダメージ100あるけど、倒せないんだ。切り出した。どこ行った？これ今膝がどうなってんの？ああ、この辺翻訳されてないんだ。なんか分からんけど、ヒールアップトゥストップザ、なんかしなきゃいけないんだ。何？あれだから HP が減ってるから、これでちょっと回復するよ、ご飯食べたら。ご飯食べて回復しよう。とりあえず喉乾いちゃった。これ飲めるんじゃないかな。これ飲める。ウイウイウビ。あ、全然飲めなかった。回復しなかった。全く回復しなかった。あ、これ飲めんの。綺麗な飲み水、これは飲めるんだ。これ飲んで、あ、
消えたね、あの、なんか膝痛かったやつ。膝痛いの消えたな。お前ちょっと暴れすぎじゃない？外した、クソ。あれ、当たんねえ、こいつ。どこ行くの？どこ行くの？ほんと死なねえな、お前。こけてるこけてる、ざわみろ。あ、死んだ？死んだか？やっと死んだか？あ、やっと死んだみたい。いやー、大変だね、この元は、本当にね。相変わらず、オイルのレシピだ。相変わらず大変だな。ただ、HP がなんか、普通よりも HP が、初期値が多いのが、幸いして、なんか死なずに済んだね。絶対死んだかと思ったけど。絶対死んだかと思ったけど。あ、救急包帯作れそうな予感がする。アロイクリームと包帯で。はい。なんか、いいの。いいと入っててほしいな。あーあ、塩か。塩はいいんじゃない？塩まあまあいいんじゃない？あ、やばい。手が大変なことになってる。手が大変なことになってるけど、とりあえずここを制圧したので、まあここを拠点にするとして、まあ今日はこの辺にしときましょうか。次回またこの続きから、ちょっとお手手がやばいことになったので、お手手の治療から行かなきゃいけないね。これか、ゾンビバイト。赤いホットパイプだから、鉄パイプを焼いてジューってやらなきゃいけないんで、あれが必要だね。キャンプファイヤーがね。はい。じゃあ次回その辺ちょっとやっていきましょうか。まだ夜には時間がある。13時、まだちょっと時間あるね。よっしゃ、じゃあここを拠点に、じゃあ、ちょっと、やっていきましょうか。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。そうおかみさんでございました。またね。